で師匠はわし以上のものを求めるならあのなんとか仙人のところに行けって、うん、で行くの仙人のところに、うん、お前は弓を使うのか、うんうんうん、先生は不射の射じゃんってこう手でこうやってやってトンビを落とすんだよ。その後名人になった彼は80歳ぐらいになって村元に降りてきて、自分が昔使ってた弓を見た瞬間に、うん、あれは何じゃったかっていう、先生またご冗談をみたいな感じになってんだけど、うん、完全に弓のことを忘れてるそこまで行って達人のえ、何結局、うん、魔漢高殺法ってこと？そうそうそう、魔漢高殺、今話題の話題のね、うん、の話か、女子高生がね、女子高生だ、うん、あれがだからなんでさ、うん、なんでアメリカに行くとダースベイダーになっちゃうの？ああそうだね、どっちかっていうとあっちじゃん、マトリックスの方じゃん。そうだね、うん、ママ来ない、かわいいね、かわいいね、はい、はい、ボールカーはい、はい、もう行っちゃうの、さすが猫に好かれない男、ジェット大好き、指名できないの指名料取られるよマジか私は安くないのに、いや前病院連れてった時すげえ威嚇してたんだよな人間だと思ってる、自分のことをね、うん、ずっと人間と暮らしてるとやっぱそうなっちゃうらしいからね。2階の小屋とか、あの水の、あの庭の水の中とか。なんか蛇口ペロペロするのにあれはやらないみたいなね。あ、そうですか。あるよ、ここに。ほら。お、分かるんだ。じゃあここに置いてあげる。喉乾いてるのかな。ああ、そっか。ほら、喉乾くわな。このシステム、うちも欲しいんだよな。これ覚えてくれるといいんだよな。象徴してる。そう。どうやって教えるのかね、やってみせんね自分で